ファイヤー。おお、ファイターさん、どうも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 。極秘兵器を手に入れたと聞いてやってきました。極秘兵器じゃないよ、兵器じゃないよ。しかもなんかあれだよ、登場の雰囲気はスネークっぽくないけど、まあ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 。俺にはスネークは無理だった。そうなんだね、そうなんだね。というわけでじゃあ、はい、今日はこれゲームネタ、メタルギアソリッド5じゃないですか。そうですよ、出してください。高級感結構あるんですけど。高級ありますよ、ジュラルミン製だもん。おお、いいでしょ。もしやレーザー彫刻とかそういうやつですか。そうだよ、レーザーで表面をビーってね、細かく削ってあるの。あ、これそれでこういう白になるんですか。そうそう、本当にね精密に作られてて、はい、あのイラストだよねこれはね。そうですね、あの元々のイラストって、うん、こういう風にあの単色というか白一色で描かれてる墨絵みたいな感じがちょっとあるんで、すごいマッチしてますねこれ。他にも、はい、これそれはフォックスハウンドですね。もう一個がダイヤモンドドッグ。これは、実はねバンパーなんですね、はい、で後ろの部分にほら、はいはい、パネルがあるセットになってる。こっちはね付け替えられるんですねこれ。なのでそっちはねケースなんです。あ、こっちはケース、ね、微妙に仕様が違ってるんですね。で今僕たちが持ってるのは iPhone6 用、はい、ですが今やったアップバンクスはですね iPhone6 プラス用も、予約受け付けております。おお、あ、予約なんですね。そうそうそう、これいいですね。結構角とかしっかりしてるんで衝撃感もちゃんと守ってくれそう。まあそうですね、傷からという感じかな。やっぱり、ね、あの金属なのでね、ガーンといっちゃうとね、はいはい、なかなかあれですけどもね。で私そのメタルギアがさあんまよく分かってなくて、ちょっとファイターさん好きだって言うから語ってもらおうかと思って来たわけなんですよ。語るっていうと結構難しいな、結構複雑なんですよね、あの世界背景が、そうだね。僕の思い出でどちらかというとメタルギアっていうよりもメタルギア5やった時の衝撃になるんですけど、メタルギアソリッド5って、あのまずスネークがいきなりね年寄りになっていて、まあ、スネークって若いキャラクターで、あの何がいきなりあの老化が始まって老人になって、戦うのもきつそうなのに大丈夫なのこいつみたいなところから始まるんですよ。なんかクローンだから早く年取るとかそんな感じだよね。そう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 です、ちょっとそれはねネタバレだからいろいろね困って、あ、マジで言っちゃダメだったんだ。いろいろそういうレベルだったんだ、はい、ただねあのちょっとやや いい加減に話してるんで多分大丈夫だと思いますが、とりあえず僕がやっぱあの僕個人的に推したいのはこのあのスネークのケースですね、これはじゃあ年取ったスネーク。そうですね、年取ってますね、あのやっぱり年取ったスネークを見た最初の衝撃と、あの実際プレイステーション3で初めて出てきたすっごい綺麗な独占ゲームみたいな感じだったんですよ、グラフィックが綺麗だったね、はい、で戦場の中自由に浮かび回れて、そうあの自分の動き次第で変わるみたいな、あの 戦闘の結果が、まあ、多少はって感じだったけど、あのオープンフィールドっていうんだっけそういうゲームは。そこまで言っちゃうとあれですけど、あの結構それに近い要素があって時代を先取りしてた。結構やった時ね感動したんですよ本当に。水たまりがすごい綺麗で、その思い出このイラストに詰まってるから僕はこれを、なるほどね、やりたい、あ、これ欲しいみたいなところありますね。じゃああれだね、グラフィックも綺麗だったしこのイラストも綺麗だということで、あ、このまあやっぱりイラストレーターの方は独特ですよね、いつも相性いいよね、はい。じゃあここにねあれだよ、サザエさんとか書いてあってよく分かんないもんね。そうですね、分かんない、サザエさんギルドコラボあったらちょっと悪いから言えないけどやっぱねメタルギアの方が合うよね。そうですね、アルミニサザエさんより、これはね絵柄にすごい合ってるね、合ってるね、雰囲気合ってるね。で、ダイヤモンドドックスとフォックスハウンドはやっぱりあの組織の紋章みたいな感じであったので、非常にあの別につけててもアニメとかゲームのものとは分かんないじゃないですか。僕は結構5がすごい印象的だった派なんで、最初に遭遇していたあのダイヤモンドドックスはちょっと欲しいかなって感じなんですけど、これもレーザー加工なんですか。そうなんですよ、これあこっちもそうだけど全部ねあのこの表面にビーってレーザーを当てて、はい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 、すごく細かく、ね、削ってるんです。レーザー彫刻なんですね。なるほど、すごい丈夫だよ、あの塗ってるんじゃないの。あ、じゃあそう簡単にかすれて消えないみたいな、あのアルミの表面がガリガリって削れない限りはこうなんか手で押すだけで、ちょっとあの爪で削ってみていいですか。あ、全然大丈夫だよ、思いっきりいきますよ。え、本当にいいんですか。全然大丈夫だよ、だってアルミだもん。ファイターさんの爪がアルミより硬くない限り大丈夫。全然、ここはもう強度ありますよ、変わらない。すごい、あ、これ消えなくていいですね。ね、イラストとかね消えちゃうと悲しいので、これね優劣をつけるっていうのはあまりしないと思いますけど、個人的な思い入れ度とやっぱりあの消えないイラストがあるっていう意味で僕はこれすごく押す、気に入りました。ファイターポイント高め、ファイターポイント高め。ちょっとせっかくだからさ、じゃあつけてみよう。この四隅にあるねネジを専用のレンチで開けると、これシリコンのパーツなんだけど角に入れることでね、あのアルミに直接アゴが触れなくなるんですよ。あ、じゃあ守られますね。ここの部分に今はねあのパーツが入ってます。なるほど、
これですか。そうですよ、ぐるぐる。あ、これ結構簡単ですね。初めての共同作業です。はい、これそんなきつくネジで止められてるわけではないんですね。うん、これはまあ工具が必要とはいえ回すだけですから難しくはないです。はい、ミニ四駆を組み立てられなかったら僕でもできますね。なるほど、組み立てなかったまあ最終的には組み立てられましたけど、うん、初めてミニ四駆買ってまってわーいって言った時に最初のミニ四駆いきなり壊してバキッてシャーシ折っちゃって、マジか、はい、完成しませんでした。 そして分離しました。で挟み込むと、そうそう、シリコンを入れると、くぼみがあってシリコンをちゃんと入れるようになってますね。そうそう、ちゃんとねネジも1本予備で入ってるからね。あ、なんか我々みたいにシリコンも予備がありますね。いかんかな。まず iPhone を入れて、はい、でそのまま上側はこれで押さえてひっくり返してこのままサンドイッチ。そうですね。そしてまたひっくり返して今のネジ。今のの意味がわかんないけどね。え、なんかネジ入れるだけ完成って感じがするじゃないですか。うん、こんな感じでパチッとつきました。これちょっとなんかロボットのモノアイっぽくないですか。かっこいい ね、 こ、 ういうのね、ここのなんか機械っぽくてすごい、なんかオタコンがメカで支援してくれるんですけど、そのメカの目とかってこういうキュインキュインとかやってるんですけど、ちょっとややそういうカメラを意識してる感じ。ちゃんとここにさフラッシュのところとか、うん、レンズのところとかバッチリ合ってるでしょ。全部合ってますね。これは精密ですね。これやばい。細かいさ、この銃のストレートの線とか、うんうんうん、このボディアーマーっていうのかな、はい、あの戦闘服だよね。そうですね。こういうラインとかさ綺麗に出てるんですよ。いや何よりもやっぱり墨絵っぽいあのイラストの再現度高いのは僕はいいですね。僕こういうケースを買うときに絶対試したいことがあるんですけど、テストしてもいいですか。うん、どうぞ。こういう分厚いバンパーとかを買ったときに一番気になるのが、うん、あのボタンを押せるかどうかみたいな、普通に持ってるそれは大事だよね。まずあこれはいけますね。うん、もうだってほら、はい、フルオープンだもんここ。そうですね、すごい綺麗。まあ普通にこんだけ開いてるからね、普通にいけますね。これははいはい、これさ持ってみて気づいたと思うけど、はい、横が開いててさ、ここの部分が、うん、あの iPhone からはみ出してないから、そうですね、装着しても太くならないのがいいでしょ。太くならないですね。もち、うん、あの握ってる感触変わらないです。で むしろボタン押してる感触も変わらないですね。うん、まあ露出してるからね。これいいですね。僕は結構 iPhone6 とかにバンパーつけると、うん、より分厚くなって、うん、あの使いづらくなるイメージがあったんですよね。まあの人によってはねそう感じることはあるよね、うん、手の大きさとかにもよるしね。これそんなに分厚くないし、うん、横オープンしてるんで、あの実はこれあのバンパーの横から iPhone の横がはみ出してるんですよ。少しだけボタンがこうすると見えるかな。そうですね、こんな感じですね。こうバンパーが iPhone を完全に覆っちゃうようなバンパー多いんですけど、うん、僕はこういう風にねはみ出してるとあのボタンの押し心地変わらないんですごい助かります。これはもうギルドデザインクオリティです。ちなみに1個補足すると、うん、これねあのはみ出してるように見えるけども実際この四隅がもっと出っ張ってるから、はいはい、こう落ちた時はねボタンは触れないんだよ。あ、なるほどね。だからねこのラインからはね通しやすいんだけども、こう落ちた時はワンスルーっていうのはこのバンパーのねデザインよくできてるところだなと私は思いますよ。はい、というわけで、はい、じゃあ今日はゲー5ポイント聞いちゃおうかな。そうですか。メタルギアソリッドのソリッドでいいのかな。そうだね、メタルギアソリッド5のスネークが描かれたバンパー、はい、ファイターさんの独断と偏見でつけるゲーファイポイントは何ポイントでしょうか。100点を最高にして、うん、85ファイ、はい、ファイ85ファイ85ファイ。なるほど、分かりました。かなり欲しい。皆さんもぜひこちらの製品アップロンクストアでチェックしてください。はい、ちなみにこちらのバンパータイプの、ダイヤモンドドックスと、フォックサウンドのバンパーもございますと。はい、以上。はい、バイヤーからのゲームファイト。